時刻は三時を回りました。今日も国道三3 0沿いパークアベニュー入り口、FM 小座のスタジオから生放送でお届けします。きなさおりのトリップステーションのお時間でございます。えー、この番組は沖縄、うん、小座の街をはじめとしまして <laughs>、沖縄の観光地などの旬な情報や穴場など、あんな角度、こんな角度でお届けする旅番組となっております。 この番組が旅の情報発着点となりますようにという思いを込めまして、番組名もトリップステーションと名付けました。サンジジャーのお供に、旅のお話はいかがですか？メッセージは、七六一アットマーク FM コザドット JP です。七六一アットマーク FMKOZA ドット JP です。ファクシミリは、零九八九三四八六五三九三四。 ハロー小座までお願いします。また、えー、FM 小座ではユーストリームとツイツイキャスにて映像と音声も配信しております。FM 小座のホームページからアクセスして見ることができますので、こちらでもどうぞお付き合いをお願いいたします。はい、さてさてさて、11月も終盤にはあ二週うん真ん中かまだ真ん中だね。ああもうね。 ねえもう私、きなさおりはですよ今、ちょうど繁忙期真った中で今日が何曜日かって分かり,分かりにくくなるあの感じっていうのあの感じってどの感じよってあそういういね繁忙期っていうのはああれですあの修学旅行シーズンとあとリゾートウェディングのこのピークの時期。 でございましてで今日はあの沖縄市の観光ガイドとして、待ち回りガイドとして、えー、神奈川県からお越しの高校生、今ね、午前の部と午後の部でこうグループでこう、大きい学校だからね、こうグループ分けして、午前のグループ、午後のグループで、ちょうど今の時間帯、午後のグループがこの小座の町を待ち回りしているところじゃないですかね、私は午前の部を担当してきました。で神奈川県 からお越しということと、ね、といいううここでで来た沖縄市初めての子も本当多かったんですけどあの沖縄市と地元自分たちが住んでる町の違いちょっとこう見比べてみてねっていう感じでこう説明しながら歩いていったんですね。そしたらあの神奈川県にもアメリカ軍の施設があるのでそんなにびっくりしないかなと思ってたらこうやっぱり嘉手納基地の,この上からねこう眺められるところが。 見るるることががでできる場所があるんですけどコリンザの屋上ってね一望できるので,でそこから眺めた時も「おーって声が上がってましたしワイナンバーの車両を見るだけでもみんなびっくりしてたのであーなんか意外だなって私もね一つ勉強になりました。で図書館にみんなね目をキラキラ輝かせてて図書館で1時間ぐらい撮りたいですって言ってた子もいたしあとあ,のあれですタコライスが。 あの初日ね、ね修学旅行今日は3日目の子たちだったんですけど初日、タコライスを食べて美味しかったからまた食べたいってちょうどその話をしているときにチャーリータコスのそば通ったんでみんな入りたい、入りたいしてたけど時間がなくてねっていうことでね、うん、2時間の待ち回りだったんですけど2時間、このコザの街歩くっていうのは結構、アーティーハーティーです、なかなかね、もうちょっと時間が欲しいなっていう感じ。今日の生徒たちは 私の班はね。上間天ぷらで。天ぷら買って食べてっていう感じでね。楽しく過ごしましたよ。はいまあ、そんな午前中を過ごしておりました。また、あの観光バスではちょうどね。この時期って涼しき涼しい日もあるじゃない。今日もま 23°c ぐらいなので外結構涼しいんですけれども、日差しがね。出てきたらまたちょっと暑くはなりますが、ちょうどこう。人間が過ごしやすい。この。 なんだ気候っていうのはハブにとってもいいみたい、うん、あのね、ホテル、とあるホテルのね、ホテルの駐車場にバスを止めてて、出発前にちょっと時間があるので、こう駐車場のすぐ近くに、なんか放牧って言えばいいヤギが放されてるところがあって、でうちのドライバーがあ、ちょっとヤギ見てくるって言って、ヤギ見に行ったら、ハブ捕まえて帰ってきたっていう。<laughs> ハブがまた向こうめちゃめちゃ大きくて 2m 近くあるんじゃないっていうぐらい結構な大きさのねハブがもうあれ手で捕まえてましたようちのドライバーびっくりチューバーと思ってあの一昔前はハブ取り名人兼運転手っていう人たくさんいたんですけどねあのタクシーの運転手さんとか結構上手な人多いですよ うーんハブとリメージ昔はこのハブを大きさとかいろいろ条件があるんだけどハブを1匹5000円で買い取ってくれたりとか1万円で買い取ってくれたりとかしてたので今これできるかなだからハブで生計を立ててるっていう人たち結構いたんですけどね、はあ、最近どうなんだろうあまり話聞かなくなりましたね、うん、10年前とか20年ぐらい前だったらみんなこんな風にして小遣い稼ぎしてましたよ ね面白いね面白いビジネスがあるもんだねはいまあ <laughs> まあそういうそういう感じでスタートしておりますがはい、えー、さてですね今日のトリップステーションのラインナップです、えー、まず C.M. の後は観光ニュースそして今日はですね久しぶりこのゲストさん登場でございますワクワクするイベント情報必げて登場ですのでね、うん、後ほど、えー、お話を伺っていきたいと思いますそして番組の後半は 週末情報をお届けしていきますプロムナードコンサートの話いよいよやっとできるかなっていう感じですねはい、そういった流れになっております木名沙織のトリップステーションこの番組はアジアンダイニングアダニーの提供でお送りしますでは一曲目西野奏で Have a nice day きなさおりのトリップステーション <laughs> なんか変な感じ FM 小ザのスタジオから生放送でお届けしておりますツイキャスからたくさんのメッセージが届いておりますありがとうございますまずはちゃんおかさんはいこんにちはこの番組ではなんだか久しぶりな感じがしますね昨日かな谷系の谷系さんの話題でちょっとね わわちちちゃゃやりました私た私 <laughs> イーサーさん、沙織めぐ、このツワーってこの、このコヌツワーっていう感じいいね。うん、こんにちはというときに噛むんですよ、こればっかり言ってると私、このツワーってね。でツカピーさん、沙織さん、めぐみさんって、こんにちはって、どうですかね、コンディションね、今、お家ですかね、うん。で、イーサーさんもね、寄り道でハブゲット、さっきのね、ハブ。 ハブ捕まえた運転手の話からの流れでハバナイス出かけたのは伝わりましたでしょうかね、皆様ね。伝わらないね。はいで <laughs> 諸輔さん、久しぶりのほんてさおりんめぐさん、こんにちはということでいつもね本当にもかわいい絵文字付きでさメッセージくれますね、ありがとうございますそしてよぎなおさん、ま、はい、もなく登場ですのでねもうしばらくお待ちくださいねあのお時間ありましたらお付き合いよろしくお願いします。はいそそしてそしててイーサーサさん 沢さん先月うちの長男が修学旅行で沖縄行ったけど沙織にガイドしてもらったらよかったのにねってよかったかどうかはこれまあもう私ねあのバスガイドやっててもあまりこのキャラ変わらないんですよ。これがいいのか悪いのか一応今のところクレーム,からクレームはね学校さんからクレームは来たことないんですけれども。 うん言っちゃいけないワードとかは一応、もちろんしゃべらないですが、はい、あのキャラとしてはキャラの空気感としてはこんな感じで修学旅行生と一緒にねあの過ごしてますけどねそれがいいかはわからないということで<笑><笑>サボさんもありがとうございますあ野の中の銀の蛍さんこの後ののはなさ沙織さん。 池城めぐみさんってフル, <laughs> フルネームできましたねありがとうございます、えー、お時間ありましたらぜひ最後までこの後、えー、ゲストさん登場なのでね、最後までよろしくお願いしますでは一つ、えー、観光ニュースこちら沖縄タイムスからの話題ですね、えー、瀬底島にヒルトンのホテルが2つできるんですってよ皆さん発作用だね、はい、全国で都市開発やホテル開発などを手掛ける森トラスト はですね13日アメリカホテル大手のヒルトングループと提携し同社が元部長瀬底島に取得した土地33万5131平方メートルってととにかく広いっていうことだね <laughs> 2020年に約300室のヒルトン沖縄瀬底リゾートかっこ仮2021年に132室の会員制タイムシェアリゾートの2つ 2つの、ね、ホテルを開業すると発表しましまたタイムシェアリゾートはヒルトングラン,グランドバケーションズのアジアで初のプロジェクトだそうですよで森トラストが地上10階建て延べ床面積約1万5000平方メートルとととにかく広いということですね <laughs> でホテルを開発したヒルトン側が所有。 運営をしますでキッチンやリビング寝室を備えたあのお部屋の所有権を1週間単位で購入できるってああ面白いねでそれをタイムシェアっていう,言うんだろうねきっとねで1週間単位でうう購入できるのが特徴長期滞在の利用を見込んでいますで現在タイムシェアリゾートを利用できる日本人は5万6千カギインというそうですいらっしゃるそうですでワン社長は 沖縄は会員からの要望が最も多かった約8割は日本人の利用になるのではないかと話していらっしゃいますよでヒルトン沖縄瀬底地リゾートはヒルトン、うん、クリストファー・ナセッタ社長という方らしいですね運,転運営をしますで地上9階、うん、延べ床面積が約2万1000平方メートルスパや屋内外のプールチャペルあ,あチャペル 大歓迎ですでチャペルで会議室などを完備しています、ここでもリゾートウェディングやるんだはずね、行われるんだはずね、もう瀬底島からのあのビーチのからの眺めって、本当にすごい、素敵ですもんねで。敷地面積の合計は13万3791、もう意味くじわからん感じがする、<laughs> 広いね、ともに18年に着工する予定です。でこちらはですね瀬底島 あの別会社が開発を進めていたのはうちなんちゅうの皆さんよくご存知かと思います。で2008年の金融危機これリーマンショックじゃないね久しく久しく聞いてなかったね久しぶりにこのワードを聞いた感じがしますがこの金融危機の影響で破綻し約6割が完成した段階で計画が頓挫していました。す、ね、すごかったんですよこの,この,あの開発が止まっ た状態でもその隣にはビーチがあるのでよく私も観光のバスでねこう行ってあのお客様降りてもらってここでマリン体験とかやったりとかしてたのでこの建物を見るたびにうわーってもう本当にため息が出るだけだったんですけどねこれどうなるんだろうってそしたらやっとね動き出しましたよ。 うん、森トラストによるとすでに完成しているビラは活用を検討するがその他の建造物は解体、うん、その方がいいと思います安全面も見てもね結構錆びてたんじゃないでしょうかね、うん、途中で止まってたんでねでそういう形でだん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 こう開発計画を進めていって2020年2021年に開業というそういったホテルリゾートホテルの話題が届いてあります。 以上観光ニュースでしたではここで一曲ゆずでラブピーチ ののトリップスステーション FM コザのスタジオから生放送でおお届けしております、えー、メッセージが届いておりまして北野リスさん、ありがとうございます。沙織さん、ゲストさん、スカートで女子力アップのユーミーさん、<laughs> こんにちはって、ユーミーさん、どこか、ね、お出かけしてるね、今ね、あ帰ってきたかな、えー、ハブトリ名人、昔はいましたねって、想像たくさんいました。 タクシーの運転手さんも結構ね、すごかったですよね。で、ハブは足音聞くだけで逃げてしまう生き物です。トグロを巻いているハブは危険。人間がちょっかい出すから噛まれます。最近問題になっている台湾ハブ、攻撃的なハブなので気をつけてください。トグロ、ドクロ。 とぐ,ろとぐろを巻いた攻撃体制のハブにはくれぐれもちょっかい出さないようにしてくださいって本当にそうですよねハブの方が人間怖いっちゅうねんっていう話をね、うん、来るなって多分思ってるはず向こうの方が来た来た来よったよいやもうじゃあかまんとなってかブってね独注 <laughs> 入みたいなねでハなんかねあのー マブに農家とかってさ最近は丘を越えてその向こう側まで行くってコースはあまりないんだけどそこ行くときは必ずこう注意事項として3番目気をつけろよみたいな感じで言ってたんですよ。1番目でハブははっって気づいて2番目で体勢を整えて3番目がブみたいな <laughs> それ冗談半分の本物半分みたいな感じなんですけどねうんまあまあそういったハブねちょうど今元気な時期でもありますので。 お気をつけくださいね。はい、それではですね、早速今日は久しぶりのゲストさんですよ。ゲストさんをご紹介したいと思います。パーソナルトレーナーの山の葉義郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めまして。<laughs> はい、はめまして。<laughs> はい。さてさて,さて、ね、久しぶりのゲストなんですね。ゲストさん久しぶりの感じがする。えー、うん。はい。で、あのツイキャスご覧になっている方はね、この爽やかなこの ブルーの風が届いていると思いますけれども、<あ> <laughs> はい。この,この感じで、うち南中なんですよ。山の葉という意味じゃ、沖縄の名字でもありますよね。よはい、もともとどちらの方ですか。南城市。南城市出身です。うん。素敵なところですね。うんはい、海と山に。ね。囲まれた。最高のところでした。いい ね、ところでした <laughs>、はい、南城市だったら、ね、世界遺産で有名なセーファー歌タとか地名岬もね広いですよね、はい、ロケね。名。でその南城市出身の、うんえー、山野原吉郎さんですがパーソナルトレーナーっていう仕事の方とお会いするのは私初めてなんですよ。なるほど、うん。どんなもののですこのパーーーソナナルトレーナー簡単に言うと、まあ、マンツーマンで、うん、あのトレーニングを指導する。 はあ、アドバイスするでまあ一緒になって二人三脚でまあダイエットなり<う>姿勢改善なりっていうこの目的をそうですね<う>あの、まあ、改善していったり<う>減量していったり食事も食事アドバイスも、ね、しますあしてるところしてないところあると思うんですけどあこれは筋トレとかそういう感じのそうです筋トレもすするんですけど僕のところが、うん あのまあ、那覇市の新都心アメクにあるファンクションという,うあのジムなんですけれども<ぁ>一般的なジムの,このトレーニングというイメージってどんなイメージ持ってますか,んかガシャンガシャンこのグーグーって、はい、なんか重たいもの持ってうわーってマシーン使ったり重たいもの持ったりというイメージが強いと思うんですけど、うんうん、僕がやってるのはそういうことをやらないんですよ。よ 機械は使わない難しい言葉で言うとファンクショナルトレーニングっていうファンンクショナルトレーニグ簡単に言うと体は一つ体は一つの一個のシステムとして鍛えるよくマシントレーニングはこのマシンは胸を鍛えるマシンこのマシンはお尻を鍛えるマシンって分かれてるじゃないですか。 あれ筋肉をこう一個一個あのあまあ鍛えていくトレーニングしていく<う><ー>僕やってるのは、まあ、一緒に体の、まあ、全部の筋肉全部の神経を使って、まあ、鍛えていくっていう方法<ー>手法っていうのをやってますへえ<ー> <laughs> <laughs> ちょっと分かりにくいですねないよねなんでこれやってるかというと、うん、あの人の人間の動作、うん まあ、食器洗ったり掃除機かけたり、まあ、歩いたり走ったり物投げたりっていうのはう単体の筋肉で成り立つ動作って一つもないんですよ。あ<は>、まあクリックぐらいですパソコンのああでも何かわかるわかる首痛めてるとき車のブレーキ踏めないもん、うん、全部つながってるんですよ<ー>体って頭の先から指の先まで。 全部つながってて各要素のまあコンビネーションというか、うんまあ連動性っていう言葉を使うんですけど連動性でな成り立ってるマシントレーニングだとその連動性があの失われていくリスクが高い一、ね、<ー>個一個鍛えちゃうんでうんなので一個一個はこう強くなるんですけど一緒に使うときに、うん、あのうまくいかない。うーん で怪我しやすい体になっちゃったり姿勢が悪くなっちゃったりっていうのはあと余計なところにこう変な脂肪がついたりとか結果的にそういうふうになっていっちゃうへえのまあ動物として大事なのはこの連動性っていうところに着目してあのやってます確かにつながってるよつながってるんだよ首だけで足までかとかって思ったりするも、うん 捻座したら膝痛めたりもするし、あじゃあなんか繋がってる。どんどんあ、なるほど。はい、あ、そんなね、お仕事をなさってる山の葉与郎さんですが。はい、今日は、あ、なんか佐護さんがプロテイン飲んだり。ってる <laughs> プロテインって飲むのかな。<laughs> いや、プロテインももちろん。飲んだりもする。<の>これは自由な感じ。必ず飲まなきゃいけないっていうわけじゃない。そういうわけじゃないです。<ー>僕はまあ、プロテイン。まあ、今、たくさん種類あるんですけど。うん あのやっぱり人工的な甘味料だったり、うん、まあ飲みやすくするためにいろんなものが含まれてるんですね。っていう意味で、まあ、肝臓とかに悪かったり<あ>実はまあ筋肉だけにこう、ね、まあいいっていう<ー>まあそういうのもあるので、まあ、選んであの飲む人は飲んでもいいと思いますちなみに僕のジムではあの無調整の豆乳でスムージーを作って、まあ、それをプロテイン代わりとして毎回提供しています。うん <laughs> ヘルシーじゃないとたる、すごいです。つながってるじゃあ、でその山野原さん、今回ははしゃごうとフライヤーもポスターも持ってきてくださったんですけれども、なんかわくわくするイベントがあるんですって、人生に遊び心をって書いてある。僕のビジネスとはまた関係ないんですけど。あの まあ、なんだろう本気で遊んでいる大人の人って少ないなと思ってああところ単純にそういう人少ないなと思って、うん、単純に、まあ、そういう人を増やしていって、うん、あの遊び心日常的に持って帰ってそれが広がっていくだけで結構沖縄は変っていくんじゃないかと思っていて、うん、でそれで去年 まあ第一回はしゃごうっていうのを県民の森で始めました。このポスター、フライヤーのこれは去年の写真,写,写真って <laughs> 写真はじゃあこのすごい大きな木もそうです県民の森で撮ったの写真です、ね。去年そうです三、ね、百人ぐらいうんあの来てくれて結構大きなイベントになりましたね。そうなんですで今年第二回第二回はい十二、はい、月の九十 あと1か月もないい12月、過ごしやすい時期ですよね、キャンプイベントなんですけどキャンプしながらいろんなアクティビティモボルダリングスラックラインズンバエアリアルヨガだったり夜はナイトヨガだったりナイトヨガあとナイトシネマ映画を見たりします。 でそのあとそうですねお酒を飲みながら、うん、あのいろんな人たちと交わりながら、うん、まあ語り合ったりえもう一泊そうです910なのでああ一泊してあの泊まる人は泊まりなしの方ででも参加はできる,る日帰りも全然 OK ですーいいですね、はい、へなんかねこれ見てるとボルダリングって最近よくあのテレビとかでも見えるので分かるんですけど テントサイルって何ですかね。テントサイルっていうのは。あのまあ、うん、見ないとよくわからないと思うんですけど。空中に浮いてるテント。うん、これ空中に浮いてるんですよ。うん、写真の感じでは、そう見えるけれども、そ,そ,そこに。まあ、人が乗って、泊まったり、<っ>まあ、そこで遊んだり。あ、じゃ、あ待ってよ。ハンモックに近い感じ。そうですハンモックの上に、こう、まあ、かいがあって。あ、そうだ。そうですね。すちゃんと屋根も。 で下には半目三角の半クとかもあるんですけどうん面白いテントサイルは見たことない、まあ、沖縄で、まあ、あのやってる方が一人一人しかいないです、ね、貴一人テン,トサイルテントサイル検索してみ、えー、てくださいあの画像といあったりしてもどこでも気持ちいいからねテントサイルぜひお聞きの皆さんテントサイルでちょっとチェックしてみてくださいね、はい、気持ちよさそうですよなんか木の上で眠れる ちゃんとあの囲いもされるから、虫よけもちゃんとできてる感じですね。ええ、すごい。もう一つ、スラックラインっていうのも、私はちょっとわからないですね<あ>。ス,ックスラックライン。えっと、まあナイロンの紐をこうピーンと、木と木の間に。まっすぐに張って、そこをまあ、綱渡りの感じで、あの歩いたり、そこでこうバランス取りながら。 あで慣れてくるとそこにあの飛んだり座ったりっていういろんな技があるんですけど<ー>、うん、これもここ23年すごく人気がある競,競技としても、はい、大会もあります大会があるんですってよ、うん、沖縄ではまだないですけどじゃあぜひあの第1回をこう開催してみるのもいいんじゃないでしょうかね。うん へ超おすすめです、この体幹が鍛えられますからあ体幹、体幹トレーニング、最近行けてない、<laughs> ビールやめなさいって言われてやめ、<laughs> やめられない、<laughs> やめられないじゃないですか、やめーこの食器がおいしいものは、ね、なかも動いた方がいいんですよ、動くことを選んだほうが、あうん、食べて動く、でも楽しく動けるんだったらいいですもんね、ボルダリングとかも結構楽しそう。 全身使いますから、ね、ボールダリング多分一個も登れないんじゃないかな私 <laughs> 意外にあのさらっとうんあの急な坂道みたいな感じのところもあるのでうんあの結構イメージ的にこう腕力がとっても必要じゃないかって思われるんですけど、うん、もう全然全、ね、身をうまく使って登っていく指とかね指はもちろん使います 面白いですねあのはしゃごうのイベントであまり聞かないみ見ないような催し物があるのでちょっとワクワクしますか新しいなこんな遊びがありますよっていうのも知ってもらいたいっていうのもあるし,、ね、発見して楽しんで、うん、新しいこういう遊びって、まあ、乗ってるエアリアルヨガとかもそうですけど、うん、ズンバとかもエアリアルああチューブラリーになったりとかいやーこれもねこういう新しいのも 今どんどん増えてるのでそういうのをぐっと集めて全部体験できる参加できるっていうかそれ以外にもあと10個ぐらいはいありますあります10個これ以上にもこれ以外にもたくさんありますへえフードもありますしワークショップもワークショップ系もあるのでぜひ12月 9日10日は会場がえーとオナはいあそうんあえーとオナソンオナの県民の森はいぜひもすぐ会場に行ってすぐ入れたりするんですかそれとも事前の申し込みがあるってことですか当日のチケットは2000円なんですけれども11月1杯はえーと1500円で チケット買えますすのでで購入してた方がお得ですね間違いなくその方がぜひ、うん、<非>そしてなんと小学生以下は無料そうなんですあこれ大事大事大事です小学生以下無料なので、はあ、もうお父さんお母さんぜひ <是非 S 1> お子さん連れてねも連れて遊びに来てください楽しめるイベントですね大人中学生以上が、えー、前より15円1500円、はい、当日が2000円 はいでえー、小学生以下が無料無料です。あと一つですね、うんえっと、チケットを、うん、クラウドファウンディングってあ聞いたことあります、はい、クラウドファウンディングで今あの、まあ、チケットも販売もしてるんですよ、うん、なので難しいクラウドファウンディング、まあ、キャンプファイヤーっていうクラウドファウンディングなんですけど、うん、それであのはしゃごーで検索するとチケットが買えます。 買えますクラウドファンディングも,ンも、ねはいろいろこうなんですよリターンたくさんあるので一番お得な買い方が前売りの中でもクラウドファンディングで買っていただけるといろんな特典がステッカーだったり T シャツだったりついてきます、ね、得点付きの方がいいですよねせっかく、はい、なのでね、はい、ぜひラジオでどうやって伝えたらいいんだろうもうこちらにアクセスしていただく <laughs> う、ねあの。まずはしゃで 検索していただけるいただくと、はい、多分ホームページかフェイスブックページに飛ぶので、はしゃはしゃゴーのはしゃはカタカナでゴーが G O の大文字のゴーですね。はしゃゴーです。ごめん。<laughs> ちょっと今違う <laughs> 違うのが出てきちゃった。違うの。突然降りてくる私のこの癖。<laughs> 壁一応電話番号もいいすか。はい。 はい、と電話でもあのチケット購入できます、はい、番号は08079824748、はいはい、こちらに、はい、ご連絡いただければ。 チケットを予約できますので、よろしくお願いいたします、はい。チケットのこのお得な特典付きのものも、このはしゃごうフェイスブックページ。えー、から、そうですね。インターネット、あ、なんか、なんだ、サイトもある、ね。はい、ホームページも。ホームページありますので。のでこちら、ぜひ、アクセスを。よろしく、お願いします。いますはい。以上ですか。<laughs> まあ、心残りはないですか。<laughs> そうですね。あとは、なんだろう。本当にも、うん、あのー。なんだろう。 子ども向けのイベントというよりかもちろん子どもも遊べるんですけど、はい、どっちかというと僕は大人がもっと遊ぼうっていうの大人が遊んでれば、はい、勝手に子どもはなんか楽しくそれを見てわくわくして、うん、勝手に遊んで遊び方を覚えたり楽しみ方を覚えたりすると思っているのでまずは大人が遊びに連れてくるというよりかは自分が遊びに 行くのについでに子供を連れてくるみたいな感覚できてほしいですね。はい、ぜひ12月開けててくださいよ皆さん。12月9日10日です。これはもったいないですよ。逃すと。もちろん止まらずにこう日帰りでも OK ということなのでね、はい、ぜひご参加ください。えー、本日はパーソナルトレーナーの山野橋義郎さんにお越しいただきました。またぜひ遊びに来てくださいね。はい、遊びに来ます。はい、呼んでください。義郎さんにメッセージ来てますよ。よぎなおさん。 吉郎さん頑張ってクラウドファンディングのセミナーでお見かけしましたよ。あ,ありがとい,<は>いあ。ああとですね23日だったかなコザの, <うん S 2> のここの近くのスタートアップカフェコザっていうところがあるんですけど、はいはい、そこでクラウドファンディングの勉強会っていうのがあって、はい、えっとそこでゲストゲストスピーカーとしてお会して。あの 出させていただくことになってますので、十一月二十三日はい、はい、のえっ、ー、と夕方七時夕方午後七時スタートアップカフェに集合、はい、ということでございますよ。よろしくお願いします。はい。ではではありがとうございました。はい。ワクワクするイベント情報をいただきました。ではここで一曲お届けします。The Blue Hearts で終わらない歌。あめっちゃいい。<laughs> 木なさおりのトリップステーション FM コザのスタジオから生放送でお届けしております、えー、ツイキャスからたくさん今日メッセージありがとうございます野の中の銀の蛍たるさん名具は黄色の服着てるのかなってよかまどおばってよそれは <laughs> でも黄色って自分がワクワクするための色ってさっき一時代の番組で放送でね おっしゃってましたねこのカラーのこの専門家の方がゲストでいらっしゃってましたよねなんかピンク着た方がいいって先週のほんまでか TV に出演されてた方がゲストでいらっしゃっててでその私もその放送を見てたんですよで翌日ねピンク着てたよ私も <laughs> というかね観光バスの制服がピンクだからしょうがないんだけど <laughs> うんピンク着たらお伺えるってさもうスーパー何最強のカラーだってよピンク ねえみ皆さんも男性の皆さんもぜひピンク着ましょうで黄色はなんかワクワクす,す,する時ワクワクできる色わかる気がする私黄色も好きなんですよね世の中の銀の蛍さんのアイコンも黄色ですよねこれは何の花だろうかな、うん、そして、えー、熊本バッテン龍神雅也さん沙織さん、名句こんにちは今日は沖縄市観光ガイドですかってそうなんです沖縄市観光ガイドをしてきましたよ。はい で今ね観光シーズンでございます修学旅行シーズンでございますでシーサーさんもさおり姉さんは観光のプ,プロうんプロ意識はどんなかなとかね <laughs> ちょっと急にヒューってね太郎 <laughs> ケさんピンクのデニム買ったよって、えー、絶対似合う絶対似合うあなたやばすサボさんピンク買ってよピンクいいの持ってるピンクいいの持ってないってサボさんサボさんグリーンのイメージがあるけれど ね、ピンクピンクですよ。下着もピンクがいいってよ。ぜひ <laughs> はい。ではでは週末情報をお届けしますね。うん、メッセージ来てないですよね。大丈夫ですよね。私戻してなかったな。はい、週末情報をお届けします。週末はやっとやっと紹介できる時間ある。大丈夫。あと大丈夫ね。はいで、先月はあの台風であのサウラーがですよ。 暴れてからですよ、はい、サオラーが大暴れしたので、えー、先月はあのー、開催ができなかったんですがでその先月の分は来年1月26日に今日決まりました1月26日に開催するということなのでまた日にちが近くなってから紹介させていただきますが今週金曜日あさってですねあさって平成29年度のプロムナードコンサート街中演奏会大丈夫そうですお天気よかった。 もうあのね前もうこのプロムナードコンサートもう何回もこう開催しているコンサートなんですが毎年ねこの時期に開催されているものなんですけれども今回なんと初めての試みということであの食品飲食ブースも登場するというで仕事帰りのお仕事帰りの皆さんもフラッと立ち寄って音楽を聴きながらおい、うん、しい 料理を食べたりお酒を飲んだりしてそうやって過ごしてほしいということでちょっと時間帯もね夕方からの開催となってますよ。で11月17日あさって金曜日午後6時から午後6時からで出演は出出演出演はですねでまず琉球の使い、はい、最初の頃琉宮の使い で活動しししてましたねあの可愛らしい女の子2人です真っ赤な、ね、衣装がとてもよく似合うお二人で琉球の使いがまず最初に登場しますよ。2人は沖縄市沖縄出身のお二人ですね。で2014年の4月に結成した琉球音階だとか三振といった音楽を現代のサウンドに乗せた琉球ポップスというまた新しいジャンルですね。でミドルボイスのクリスとファニーボイス。 ファニーボイスっていう表現もあるんだねのチャキーと、はい、二人が奏でるハーモニーは聴く人を魅了して異空間に誘うという、はい、琉球の使いが独自にアレンジしたカバー曲などもね YouTube などでも紹介されてます本当にね心地いいんですよこのお二人の歌声がぜひまだ見たことないという方は YouTube などでも紹介はされてますがぜひお近くの方はコンサート 足を運びくださいね。そして初登場じゃないですかね。ラセンエイト、ラセンエイトさん、シンガーソングライターの踊吉高さん、踊吉高さんのプロジェクトですね。ソロプロジェクト。三十四歳から音楽をリスタート。一度ちょっとお休みしていた時期があったそうです。リスタートをして、うよ曲折の反省だったからこそ歌える。 歌伝えたいメッセージがあるとで常に伝えたいことは自分を生きようでそんなねラセンエイトのメッセージのこもったギターの演奏もあるそうですギター片手に歌を歌うというそのラセンエイトさんそして、えー、鳥は3組目がハチドリさんサックスキーボードベースドラムからなる4人編成4人組ですね4人編成のジャジーインストバンドで沖縄では数少ないクラブジャズ ジジャジーヒップホップなどの,あの楽曲を中心に演奏でクラブミュージックとの音楽をこう繰り広げていくということなのでぜひ、はい、その音楽を聴きながらですねあのブースも何店舗かあるんですが飲食のブースとしてはメーグーの大好きなカンティーナ そしてコザミートさん、イエイイエーイそしてニコリコザ店、美、う、味、ん、しいもう、たまらんで、ね、そして居酒屋島ご飯おなじみのはいミュージックタウンにお店ありますが。が店舗とプラスアルファ、また もしかしかたらもうちょっと加えられるっていうお話です。あとあの販売ブースも出てますのでねハルサーガードの虫除けですとかゆらりら工房手作り工房がありますのでこちらの作品も展示しておりますよ。ぜひあのそういった作品を見たりとか食べたり飲んだりしながら心地よい音楽、はい、こちらも楽しんでいただきたいなと思います。はい、ではではいでででツイキャスからですねん はいまたメッセージ紹介していきますよあともう1分あるかなぐらいのお時間となってしまいました、えー、プロムナードコンサート明後日てもう一度いますね17日金曜日午後6時からスタートとなりますのでぜひぜひですね足を運びいただきたいと思います私は司会でお手伝いさせていただきますはいもうお別れのお時間となってしまいましたよ、えー、来週もお付き合いくださいね来週は もしかしたら可愛らしいゲストが登場する予定でございます、はい、来週のお楽しみにということで来週また100回放送100回目ですアニバーサリーでございますよ皆さんは何気にねあっという間でしたねはそしてこの後もぜひ FM コーダでお楽しみくださいきなさおりのトリップステーションこの番組はアジアンダイニングアダニーの提供でお送りしましたまた来週笑顔え声でお会いしましょうさよなら